先生が首をひねってるなんて珍しいですね。マルルちゃん、どうしてもうまくいかない調合があってちょっと悩んでるの。いろんな手順を考えてるんだけど、どうしても最後は失敗しちゃうって結論しか出なくて。先生でも難しい調合ってあるんですね。それはもちろんだよ。私にだって難しいことやわからないことはまだまだあるんだよ。失礼します。トトリ様いらっしゃいますか。あ、ケイナ、どうしたの。トトリ先生に何か用。お城にアーランドからのお手紙が届いていましたので、ルーフェスさんに頼まれて持ってきたんです。そうなんだ、ケイナちゃん。お疲れ様。手ごみってどれからだろう。お姉ちゃんかな。あの、トトリ先生。あ、ひらめいた。え、何がです。さっき悩んでた調合のことだよ。ケイナちゃんの顔を見たら急にいいアイデア思いついたの。ありがとうケイナちゃん、おかげで助かっちゃった。はあ、私は何もしていませんが。そういえば私も何度かあるな。ケイナの顔見た途端いい考えがひらめくってこと。でもどうしてだろう。まるでケイナちゃんの顔に問題の答えでも書いてあるみたい。というよりはケイナ自身が幸運の女神って感じかも。なるほど、偶然かもしれないけど、それだけじゃ説明できないよね。ケイナちゃんは何か持ってるのよ、きっと。ありがとうございます。でも私自身は何もやってないんですけど。いいんだよ、それで。ケイナちゃんがいてさえくれれば周りの人は幸せになれるってこと。お城に帰らないでずっとここにいてくれればいいのに。それは無理ですよ。私にはお城でのお仕事もありますし、できれば一緒にいたいですけど。あ、それじゃあ今だけでもいいからちょっと調合を手伝っていってくれないかな。それくらいなら全然構いませんよ。何をすればいいんでしょうか。そうね、それじゃあ棚に向かってずっと手をかざしていてくれる。それだけでどんな難しい調合でも成功するような気がするの。様のお願いですし、やってみますね。ありがとう。よし、
今までの遅れを取り戻すよ。先生頑張って、やればできます。なんだってケーナがいるんだし。あの盛り上がってるところをすみませんが、私はいつまでこうしていれば。もちろん調合が終わるまで大丈夫。そんなに時間をかけないから、しばらくそのままでいてね。はい。なんだか大変な時に来ちゃった気がします。ホムは調合中です。仕事ができてホムは幸せです。あ、レルルちゃん、お礼をお願いしようかな。こんにちは、メルルちゃん。水筒もハンカチもここにありますよ。じゃあ出発。ロロナちゃん張り切ってますね。きっとトトリ先生と一緒なのが嬉しくてしょうがないんですよ。子供に戻っちゃっても少しだけ私の先生だった時の記憶があるのかな。しっかり仕切っちゃって。かわいいです
をずっと抱っこしてぎゅーってしたいです。そうだね。でもやっぱりちょっぴり寂しいかな。ロロナ先生こそそんなに走ったら危ないですよ。トトリ先生の先生か。今じゃすっかりトトリ先生がお姉さんみたいだけど。ですよ先生。先生が私に教えてくれたんじゃないですか。忘れちゃったんですか。そうだったっけ。そうですよ。私先生にいっぱいいっぱいいろんなことを教えてもらったんですから。ロロナ先生、おやつはもう少し後にしましょう。お腹が空いてる方が美味しいですよ。そっか、じゃあそうするね。トトリ先生の言うことは素直に聞いちゃうんだ。よし、決めた。今日は少しでもトトリ先生とロロナちゃんが楽しく過ごせるように私がしっかりしなきゃ。でもちゃんと護衛をつけないで出かけちゃったこと、ルーフェスが知ったら怒られちゃうかな。大丈夫だよね。だって私今最強の錬金術師二人と一緒なんだもの。